これはこれは、ジクトさんちのお坊ちゃまではありませんか。いつもはただじゃ見せないんですけどね。そのシュートはこうやるんですよ。お前にはできねえよ。でもな、心配することはねえ。できないのはお前だけじゃない。俺以外にはできやしねえ。俺は特別だからな。何が特別だってんだ。あ、すっげえ。なんて技だそれ。名前なんかないし、練習すれば誰にでもできる。もう一回やってみてくんねえか。ジェクトシュートだよね、さっきの。あ、なんで知ってるっすか。子供の頃ジェクトさんが見せてくれたんだ。正式な名前はジェクト様シュート3号だよね。バカな名前だよな。それにさ、本当は1号も2号もないんだぞ。3号って言っとけば1号も2号もあるって客は期待する。そういう客は今夜こそ見れるかもって前歯スタジアムに来るって言ってた。でさ、本当にその通りになってすっごく腹が立ったな。親父生きてるのか。わからない。でもね、ジェクトさんは父さんのガードだったから。こっちでも有名人。うん、だからもし亡くなったとしたらその話は伝わってくると思うんだ。ふん。ねえ、会えたらどうする。10年前に死んだと思ってたやつだぞ、今さらな。そうだな、何より先にぶん殴る。あいつのせいで俺も母さんも苦労したし、あいつが有名なせいで俺はいつでも。ユーナならわかるだろ。ん？ユーナの親父さんも有名なんだろ。この世界の人はみんな知ってるよな。うん、嫌じゃないか。時々父さんの名を重たく感じることはあるけど。だろ。それよりもスピラ中から慕われる父さんを誇りに思うかな。まあ、ユナの親父さんと俺の親父は違うってことで。ジェクトさん、かわいそう。お、俺は？もっとかわいそうだね。で、さっきの、もう一回やってくれ。ああ。親父がルカに来るとは思えなかった。あいつ他人の活躍を見るのが嫌いだったからさ。だけど必ず何かが起きる。そんな胸騒ぎがして眠れなかった。大会で活躍するっすなんて言ってたのは不安を紛らわす空元気ってやつでさ。 Learning Part Words特別、特別。One of a kind。
胸騒ぎ、胸騒ぎ。Presentiment。 から元気、から元気。 Put on cheerfulness。 Expressions。腹が立った、腹が立った。 I got so mad。 The present tense is 腹が立つ。 腹立つ means I'm pissed off。そうだなあ、そうだなあ。Let me see。 When you're looking for the next word to say。The polite way is そうですね。お、誇りに思う。お、誇りに思う。I'm proud of。Put noun you're proud of before this phrase. For example, あなたを誇りに思う means I'm proud of you. Grammar. 会えたらどうする?会えたらどうする?会えた is a past in potential form of 会う。What would you do if you found him? Past in potential form of verbs ら、どうする?What would you do if you could? Verb. Examples. 今、日本に行けたらどうする?今、日本に行けたらどうする? What would you do if you could travel to Japan now?魔法が使えたらどうする?魔法が使えたらどうする? What would you do if you could use magic? Sora が飛べたらどうする?空が飛べたらどうする?What would you do if you could fly? 本当にその通りになって、すごく腹が立ったな。
本当にその通りになってすごく腹が立ったな。でさ、本当にその通りになってすごく腹が立ったな。10年前に死んだと思ってたやつだぞ。今さらな。そうだな。何より先にぶん殴る。10年前に死んだと思ってたやつだぞ。今さらな。そうだな。何より先にぶん殴る。10年前に死んだと思ってたやつだぞ。今さらな。そうだな。何より先にぶん殴る。父さんの名を重たく感じることはあるけど。だろ？それよりもスピラ中から慕われる父さんを誇りに思うかな。まあ、ユナの親父さんと俺の親父は違うってことで。父さんの名を重たく感じることはあるけど。だろ？それよりもスピラ中から慕われる父さんを誇りに思うかな。まあ、ユナの親父さんと俺の親父は違うってことで。父さんの名を重たく感じることはあるけど。だろ？それよりもスピラ中から慕われる父さんを誇りに思うかな。まあ、ユナの親父さんと俺の親父は違うってことで。